I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. スエドーにはスエドーの目的があり、我々を利用しているのは確かだ。同時に、私たちもスエドーを利用しています。兄さんを助け出すために。新世界の創造。それが彼の目的だったか。すべての世界から悲しみをなくす。あいつがしてきたことは、何もかも、そいつの実現のためだ。これからすることもな。そんなの本当に実現できちゃうわけ？彼の目的がどうあれ、私たちがやるべきことは変わらないぜ。スエドーの新しい世界の創造を望むならば、私たちの目的は旧世界の崩壊。よろしい。では、今なすべきをなすとしよう。元リーダーというわけですか。この短期間に私のデジモンに匹敵するデジモンを手に入れているなんて、筋金入りのオタクノードです。
負けず嫌いにも程がぶっちゃけ少し。ああ、オーダーじゃねえ、いくってやべえ。てか、ゆうこ、お前そんなだっけ。やれやれ、君たちは一応私の信じた可能性なんだ。そのあたりをもう少し自覚してくれたまえ。来るぞ。さあ、片付けようぜ。一丁上がりってな。皆さん、そ、何？あれ、全部イーター？どこかへ移動して。いえ、強制的に集めら…スエドに誘導されてんだ。ってことは、そこにイグドラシルの本体があるわけか。よし、行こう。あれが入り口？でも入り口っていうより、リーダーが侵食し、コアへと続く穴を埋まったのだ。あの奥にイグドラシルの本体が。だが今はイーターの。あれって、ユーゴが呼んでる。ずっと待ってるんだね。兄さんにもうすぐ会える。さあ、友達を助け出して。今度こそみんな揃って帰りましょう。
なんということだ。イグドラシルそのものが完全に取り込まれ、マグ化してしまっているとは。そのおかげで、かろうじて抑え込めた。予定通り、一歩繰り返したイーターすべて、サシモのイグドラシルの呪いを持ち込みるぞ。いや、どちらも間違いではありません。実体はグリム童話の奥義。自信を持て、必ず勝てる。
んなよく頑張ったね。
せい。どうだ、行けそうか。この状態ではさすがに無理ですよね。だが相当数のイーターによって活動が抑えられ、動きはかなり鈍っていると見える。戦闘能力は未知数だが、未知という意味ではこちらも引けを取らないさ。てか向こうはやる気みてえだぜ。そんじゃやっちゃいますか。兄さんを傷つけないようにしないと。絶対負けられない。
ユーゴを助ける役目。兄もお願いします。私たちの大切な友達もやる。こっちだよ。会いたかった。来てくれた。嬉しい。嬉しい。違う。みんなを探した。ずっと探してた。やっと。もう、一人ぼっちは嫌だ。違う。どうして、僕を置いて、だから、僕、その声を、聞くな！みんな大嫌い。みんな消えちゃえ。みんな、死んじゃえ。僕の声を、聞いちゃいけない。誰か、僕を誰か、僕助けて、助けて、という世界がイーターに食い尽くされてしまう。どういうことだ。僕は確かにイーターに取り込まれ囚われていたけど、彼らのネットワークの一部でもあった。その一部の機能として彼らの活動を抑制していたんだ。活動を抑制？そうだ、可能な限り侵食速度を抑えていた。彼らに意志と呼ばれるものはない。情報を蓄え共有し互いに影響し合うことで統合された一つの意識を作り出し、全ての個体が一つの意識に従い行動している。その統合意識のネットワークを利用して、君は電脳空間のそこここに仲間たちの前に何度も現れた。イーターを端末代わりにね。でも僕の意思そのものを送信する権限はなかった。せいぜいメモリを断片化してデータとして送り続けることくらいしかできなかった。かなり制限はあったけど、それでもイーターに取り込まれた人間の精神データもネットワーク内で確保。おいってことは、ユーゴ君がいなくなったら侵食速度は際限なく加速して、保護していた精神データも全て失われてしまうかもしれない。されどそれこそが進化への条件。新たな世界を創造。どんな小さな世界も滅ぶことなど許しません。どんな小さな悲しみも生まれることを許さない。そんな新しい世界の秩序そのもの、
ユーゴ君、君はもう十分に苦しみ、悲しみました。その化石。いや、ユーゴ君、これは君にしか、君の能力でしか成し得なかったこと。君は。しかし、驚くなかれ。新世界では、そ。スネド、何を今度は私がユーゴ君に代わり統合。いいえ、私ならば彼らの意識そのものとなり、唯一の意志として、そしてイグドラシルの万能神がごとき演算、それらも。随分とご機嫌じゃ。スエドを引きずり出せませんか。ああ、なるほど。さすがユーコッチ冴えてる。冴えてるっていうか、えげつない。やめておいた方がいい。もともと不安定だったあなたの反連合体は、度重なるイーターとの接触によって、先ほどのユーゴ君へのコネクトジャンプで、あなたは深刻なダメージ。そんな。次は、接触しただけでデータがバグ化、崩壊し、消滅。それも、計算のうちか。ち、これだから大人は信用できねえんだ。おい、やめとけ。無理すんな。だよね。君がここでいなくなっちゃったら、またトラウマイベント大発生ってのもんよ。そんなの、私たち今度こそ立ち直れっていうか、5人で帰るって約束したし。分かってますか、この野郎。そうですね、その通りです。5人で失敗とかそういうの、私苦手なんで。どうよ、ユーゴ。この女子力のかけらもにより、ついていけるか？ああ、ユーゴも、ノキアも、みんな、なんだろう。わかる、わかるぜ、その戸惑うか。さすが親友、お前。これでようやく、世界を再構築できる。歪んだものや醜いもの、悲しいものを消し去ることができる。で、どうする、あれ。スエドウが望む新しき世界、それも選択しうる未来の一つだ。彼は全ての世界を救うのだろう。彼の中にイグドラシルの存在と意志を感じ、彼ならばその力と共存し、デジタルワールドを超える全き世界を作り上げるだろう。ボークの改変、彼の言う進化を世界に強要することで。しかして、想像とは往々にして、私の役目としては、
その結末を見守ることもできる。だが、君たちはどうだ？君たちはどうしたい？スエドを止めなくては。表現者の作り上げた世界で生きるなんて、正直気持ち悪いです。ああ、やってやろうぜ。今の俺たちなら。そうそう、なんとかなるってね、オメガ。だそうだ。では、君はどうする？ジャッジはなされた。人間の子らよ、己が意志に従え。絶対に諦めない。そんなはずは。
てるが、僕一人の力ではお前を止めることはできなかった。だが今なら仲間たちがいる。今ならお前を止められる。今だ、みんな。君たちの活躍に終止符を打ってあげましょう。
その身で味わえ。この世のシステムを私が書き換えましょう。
ですけど、マザーイーターの中にはまだスエドウがいます。とりあえずここに閉じ込めちまうか。根本的な解決にはならないけど、確かに今はそれくらいしか。それじゃロイヤルナイツや他のデジモンたちにも手伝ってもらおうよ。だな。この巨体を俺たちだけで何とかするなんざ土台無理な話だぜ。見届けよう。それがいかなるものであろう。おやおや、私まで助けた私の忠告を無視して、そんな惨めな姿になってまで、まさに骨折り損ですね。新田くんや優子さん、優吾くんとは違う。無駄ですよ。私は見つからない。それに、ヨシンバは見つかったとしても、すべての世界から悲しみが消えないというのなら戻りたくありません。このまま、なぜ君たちが不幸のはびこる世界を選ぶのか、理解に苦しみますね。君だってそうです。こんなことをして、結局、新田君たちを悲しませてし、おかしいですよ。全く筋が通らない。私を助け出したところで何が変わるというのです。誰が喜ぶ私の問いに納得のいく。それは、君のエゴでしかありません。恐ろしいですね。私、混乱しています。イグドラシルの演算処理能力をもってしても、そのような回答は導き出せない。いや、そうですか。そうでしたか。ピンときました。わかりましたよ。神は、才を投げない。まさに君たちは、才そのものだったのです。意志を持つサイコロ相手に、賭けなど成立するでしょうか。なるほど。このようにして、多次元宇宙、無駄、無意味、無価値、揺らぎと定義され、理解した。いや、待ってください。おや、いけませんね。君にここで消えてもらって、君は私の新理論を証明する大切なサイコロなのですから、名付けて
祭を投げる神の、投げる祭を作る神の存在を、この理論を証明するために、存在があまりにもと、いや、イーターにおいては、本来の私たちが作り出した、そもそも、彼らはに、いわば、触れられない、その高次元で、我々には到底想像も及ばない、いわゆる、大いなる意志、神々の見業と呼ばれるような壮大でとてつもないシステムの一部に組み込まれている。それが我々の次元において、我々の情報に触れたことで、あのような形態と特質を持って実体化してしまった。後の顛末は核のごとしです。このような作用が偶然か必然か、イグドラシルに問いかけてみても、彼の、彼女かもしれませんが、演算処理機能は神の存在を認めておらず、正確にはまだ演算しきれていない状態にあり、回答は得られませんでした。ともあれ、イグドラシルに協力を要請して、私と接続しているイーターをすべて初期化します。彼らを各次元から消し去ることはできませんし、また、そうする理由もない。君たちの未来に同様の事象が繰り返される可能性は、8192の20乗分の1の確率です。ですが、私の計算では、それが起こる頃には、なので、君たちは好きなように生きて、死んで、また生まれ。君に選択権は与えませんよ。では、ごきげんよう。気が向いたならば、またどこかで。デジタルワールドを復旧するようだな。おいおい、ここにいたらやばいんじゃねえの？外に出た方が良さそうですね。うん、妥当な判断だ。よし、移動しよう。大丈夫？懐かしいな。うん、あの時に見たデジタルワールドだ。
ターのネットワーク内に保護されていた精神データの数々だ。あれ、全部が？ああ、イグドラシルの人間世界へと送り返している。それって、エデン症候群が治るってことだよな。治るとは、少しいいおことにするかもしれないが、それに類する事象は発現するだろう。君たち人間が奇跡と呼ぶ現象だよ。よくわかんないけど、二人は目をすく。奇跡とはそうあるべきだろうな。よかった。なんだ？なにこれ、超可愛いんですけど。その球体が、イーターの本来の姿だ。にゃー！そうやって、データからデータへ移りながらスキャンし、情報を高次元のどこかへ送信している。目的は定かではないが、一つ。仮説を立ててみた。オーブやセントエルモの火、UFO プラズマ現象などとされているが、情報を伝播するエネルギー体であるイーターならば、より人工では到底制作不可能なミステリーサークルの模様も。ストップ！おっと。すまない。クレミ京子との別れの時が迫っている。特殊な知識を披露する高揚感を、もう一度。いや、それとも、君たちとの別れを。別れって。そういうわけだ。デジタルワールドを完全に復帰。イグドラシルは8年前より。以前。ひょっとして私たちかもしれん。そんなの。けど、もしそうなって、なんとかなるよ。っていうか。さて、開かれた扉はさらばだ。世界はあるべき姿に、それが、我々の友である君、願わくば。これで、アグモン、ガブモン、みんなのおかげで私たち強くなれたよ。ありがとう。さようなら。またいつか絶対に会えるよ。じゃあね、みんな。俺たちの世界からデジモンがいなくなっちまうんです。そうなったらお兄ちゃん大丈夫だよ、ユゴ。安心しな。リハビリいくらでも。お手柔らかに頼むよ。それじゃ。やりきれたな、俺。
私たちの世界へ。あれから一週間が経ちました。東京はまるで何事もなかったかのように、今日も人、人、人で溢れ返っています。と言いますか、本当に何もなかったのかもしれません。私たちだけの記憶、それはみんなにとってないものと同じなんだと思います。自称ひよたの新田くんが言うには、分岐していた時間軸が合流したのだそうです。いろいろ説明してくれましたが、半分寝ながら聞いていたのでぶっちゃけよく分かってません。でも要するに、私たちの過ごした8年間がまるっと変わってしまった。そのほとんどがなかったことになってしまったのです。この東京は私たちにとって新しい東京です。例えば上城悟、ゆうこっちのお父さん、なんと普通にいます。これには本当にびっくりしました。上城エンタープライズの社長としてバリバリエデンとか運営しちゃってます。ゆうこっちはまだ戸惑っていますが、そのうちお父さんに甘えまくればいいと思います。数年分手加減なしで思いっきり。ついでに岸辺理恵もいたりします。社長秘書だそうです。さらに社長と熱愛中だそうです。近い将来ゆうこっちのお母さんになるかもしれません。頑張れ、ゆうこっち。例えばエデン症候群、新しい東京では8年前に恐ろしいテロ事件が起きて、その事件に巻き込まれた被害者が昏睡状態で眠り続けていたことになっています。みんな1週間前一斉に意識を回復したそうです。ちなみにゆうごくんもそのうちの一人ということで目覚めました。今リハビリに励んでいます。私もお手伝いしてます。回復した理由とか当然みんな知りません。今のところ神様の奇跡説と宇宙人の干渉説が有力だそうです。例えばデジモン、あの子たちに関しては何とも言えません。いると言えばいるし、いないと言えばいないみたいな。デジモンキャプチャーはもう存在しないんだけど、デジバイスで超流行ってるアプリにデジタルモンスターってのがあって、育成ゲーなんだけど、これが結構ハマっちゃう感じで、そのアプリにアグモンとかガブモンが登場しちゃってるから、驚きというか桃の木というか、なんというか、これってどういうこと？わけわかんないんですけど、みたいな感じで、もうお手上げです。いわゆる頭パーンです。
でも君ならわかるかもしれません。そう、私たちの記憶と変わらない現実もあります。新しい東京にはスウェドー明美はいません。あの人は生まれていないことになっているようです。なんだか少し胸がキュッとしますが、これで良かったんだと自称ひよたの新田くんは言っています。京子さんもいません。探したけどいません。でもクレミ探偵事務所はありました。京子さんがいた痕跡もありました。京子さんはいるのでしょうか。私たちには見つけられないだけ。きっとそうなんだと思います。京子さんを見つけられるのは名探偵の君だけ。きっと絶対そうなんです。だからだからお願い。おい、しけた顔してんだよな。らしくねえっての。てか、本当は俺だって、そんな顔がしてんだ。わかってる。わ、ねえ、お願い、帰ってきて。心配すんな。絶対帰ってくるって。医者の話じゃ。体はピンピンしてるらしい、うん、ほら、こいつアホだから、エデンのどっかで幽霊やってる。どっかの誰かさんみたいに。あれは、イーターに囚われていた兄さんの潜在。それに、そもそもの原因は私たちにあったのだからにと言いますか。うわ、マジレス来たよ。はい。ま、そっか。そうだね。自称ひよたの新田くん。ああ。ノキアさんまで兄をポンコツ扱いするつもりです。おい、どこ行くんだ。エッデン、探しに行くの。何にもしないでくよくよしてたら、アグモンやガブモンに笑われちゃうもん。ノキアさん。幽霊やってたらさ、目撃談とかあるかもしれないし。エデン中探せばデータのかけらくらいは落ちてるかもしれないし。あれ？私今電脳探偵っぽくない？付き合ってやるか。けどな、はっきり言っとく。俺が電脳探偵でお前が助手だからな。これだけは譲れねえって。おい、引けよ。ようやくお目覚めのようだな。一向に反応がなくてね。私の声が聞こえているかい？
この状況に関して説明が必要だな。君の反電脳体は無理なコネクトジャンプを敢行した結果崩壊し、君が君であるためのデータを無産させ、どんな気分だい？言わずもがなか。君、私もな。数世紀ぶりに、ずいぶん無茶をする女子も一人いたしね。ま、だが、おかげで、実に楽しかった。ありがとう。この言葉を君に伝えておきた。なんだ。照れて。ん？君はこれからどうなるのか。先に伝えた通り、君、その状態で。もしくは、そうだな。私の仕事はこれから忙しくだが、イグドラシルですら検知、それをどうにかして確かめる、どうだい？馴染みぶ、ふっ、冗談さ。そこまで真剣に悩まないでくれたまえ。君の困った様子が見たくなってしまった。私も、かなり人間の影響を受けてしまった。だからこそ。君たちの取ったあらゆる方法、仲間を救いたい。私もそんな気持ちになっているんだ。見たまえ。いいかい。私が影響を受けたように。君の仲間となったデジモンたちも少なからず君から影響を受けているんだ。君はほとんどデジタル生命体のような存在だったから、その影響力の大きさも推して知るべしだ。証拠はこのデジモンたちの中に刻まれている。君自身のデータが少しずつね。友情、愛情、それらを全て集め、前代未聞か。私からもわざ一つだけ心のことでは。さあ、再インストールの開始を。君の未来を君自身の意思で決定したまえ。
逃がしたか。おっと、ごめんなさい。怪しいものじゃないわ。私はクレミ京子、探偵なの。病み上がりでね、なかなか勘が戻らなくて。風変わりな飲み方をするのね。いえ、味覚は人それぞれだし、意外と美味しいのかもしれない。機会があったら試してみるわ。邪魔したわね。それじゃ私はこれで。いきなりでぶしつけだけど、どこかで会ったことはない？すごく大切な何かを忘れてる気がするんだけど。実は今助手を探していてね、よかったらうちで働いてみない？